こんにちは、花クラブの宮川です。今回はラフ感のある花束のご紹介です。ひまわりをメインに魅力的な花材を合わせて作りました。今回の学びポイントは大きく3点。 1. デコボコの作り方、これでリズムが生まれます。 2. ほぐれを作る、これで抜け感が生まれます。 3. 後から花材を足す方法、その他組み方のちょっとしたポイントが散りばめられているので、ぜひ最後までご覧ください。ブルーファンタジーです。横枝を外して下の葉っぱを取っておきます。ひまわりです。葉っぱもあまり持たないので外しておきます。カーネーションです。カーネーションも、15センチ程度から下の葉っぱは外しておきます。ガーベラはもうそのままですね。バラの葉っぱももういらないので外しておきます。スモークツリーです。こちらはここで切っておきます。ポコってしたところが出ないようにできるだけストレートにしておきます。横枝も握れるように下の方の葉っぱなどを外しておきます。ユーカリは、一旦このままで。こちらの短い方のユーカリも一旦このままです。エリンジウムも、葉っぱ取ってあるのでこのままです。こちらのエリンジウムもそのままですね。リシマキアのファイアークラッカーです。こちらは下の方の葉っぱを外しておきます。ディアボロです。ディアボロも、組みながらちょっとどこで落とすか考えようかなと思います。あとアイビーです。あとセルリアです。下の葉っぱだけ外しておきます。では組んできます。同じ方向に曲がっちゃってるので、バランスがいいように食い込ませてきます。どうしようかな、こんな感じに合わせました。ひまわりです。この中に入れてきますね。でスモークツリーを挟んで配置します。カーネーションをこの1本目の根元に置きます。ちょっと低めに当てますね。今度この2本目に入れたひまわりの近くに少し下げておきます。ファイアークラッカーです。1本目のひまわりの近くですね。結構寄り添うような感じで入れてもらうと色がとっても綺麗ですね。で少しこのカーネーションの間にこのスモークツリーをちょっと入れ込んで挟んでいきます。あまり手前に倒れてこないようにしておきますね。そのお隣にユーカリを当てていきます。少しだけ、今のカーネーションの間に食い込ませますね。また反対側にユーカリを当てます。ひまわりを当てます。その外にガーベラですね。外側からセルリアを当てます。その外からユーカリを当てます。ちょっと食い込ませます。根元に低くカーネーションを当てます。
この外側にバラを今度高く当てます。エリンジウムを当てます。カーネーションよりも高めですね。カーネーションの上にバラを高くして当てます。で、少し低めに高低差をつけます。ファイヤークラッカーを当てます。ちょっと向きに気をつけますね。茎を斜めにカットして、左手を少し緩めます。で、少し反転させながら入れていきます。ひまわりよりちょっと低めですね。下がっているカーネーションの上にひまわりを乗せます。スモークツリーの短い方ですね、低めに当てます。小さい方のエリンジウムをこちらのエリンジウムの反対側に入れておきます。ディアボロです。高さを確認して、よいしょ、少し葉が見える感じですね。もう一本のディアボロを前に当てて、このスモークツリーがこう垂れてくるので、下から押さえて垂れないようにしておきます。色合いもとても綺麗ですね。アイビーです。向きを見ます。どっちに使った方がいいかな、流れを見てあげます。出てきたのを引っ張っていい位置まで持ってきます。ふわふわと揺れる感じがいいですね。最後にブルーファンタジーを当てていきます。結構大きく曲がっているので、これを生かした感じで使ってあげます。ほぐれるというのは、密度の高い部分から密度が徐々に薄くなる状態です。今回は塊的花材を低く、ほぐれ感のあるスモークツリーブルーファンタジーを長く配置し、密度とほぐしのコントラストを作りました。すると抜け感が生まれておしゃれに見えますね。あまり長短つかない程度で茎をカットしていきます。こんな感じで組み上げ完了です。ラッピングペーパーはラメ感のあるピンクブラウンにしました。ひまわりの花芯やスモークツリーや葉物との相性もいいですね。元気な印象のひまわりですが、落ち着いた花と葉物を合わせたことで大人っぽいおしゃれな花束になりました。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。